構組み合わせが多くなると恐ろしい数のバケツがいる。バケツよ、もう大体使う道具って言ったらね。一応書いていくわ。風が強い。水槽のね、あれが全部こう地図になってて、で、まあ、この地図とこの番号がこう番号つけられて対応してから、対応にしてられしてるから、それにこうね、それと照らし合わせながら、まあ、どの実験やるから、まあ、どの金魚をどういうふうに選んで事前に準備したらいいかが、まあ、分かるように、まあ、できてると、まあ、そういうことやね。これで B01、 OK、 この番号札を貼ってたな、 OK、 これでね、はい、現状寄生虫、これ今は全部いないということが分かっているので、現状寄生虫がいることは分かっていないのでね、あの網は基本使い回してもいいだろうってなってます、まあ、スタッフからそういうふうに聞いてる。病気がもし出てるようなね、水槽で病気が出てますよみたいなんだと、これちょっと考えてやらないと、これはどっちがどっちなんだかっていうのはスタッフさんが分かっているけど、私は分かっていない状態ですけど、大丈夫なんです。コラボちゃんとできるような仕組みで回してますんで、この番号さえ把握していれば、この辺、この方が安全だよね。忘れてるよ。一応パッとこうすくって、本当はまあ全部調べるために全部やったらいいんだけど、目標はもう分かっているんで、でかいやつだけでいい、はい、OK、 はいはいはい、もうあんまりたくさん水を入れるとね、あんまりたくさん水を入れすぎると、もう作業自体がもうすごい大変だから、はい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 、でちゅねー、オッケー、はい、もう飼い慣らされてる子たちはいいね、はい、暴れ回らないから、さっくり救える、もうあんまりその大変なことしないでいい、まあ、ビチビチバタバタバタってやらないから、よし、でまあこれで、
で OK。OK。OK。やっぱりガチガチに作ると作業大変になるから、あんまりこのもう人間に買い込まれてる系統なので、この買い込まれてる系統なのでね、あんまりこの暴れない、だから網ですくうって言っても結構楽だったりする。ガタッて言ったから網ですくうって言っても、まあ楽な感じですよ。片手で撮影しながら、これ GoPro で撮りながら、自分の目当てにしている、君だと思ったら、君だとこうすくって、ね、優しく入れてて、できる。問題はこの中にいる金魚たちは、これはそのどうしてもね、泳ぐのがもうめちゃくちゃ早いから、こう撮影しながら撮るとかって、まずできないのね。なんで、それちょっと無理だっていうことで、すくうのに専念します。これ結構考えてやらないといけない。しかもこれ、さっと寄り分けないと。やるのが向こう。ハンドリングは結構難しい。いい感じ。これいいじゃん。これはいい。絶対いい。絶対これはいい感じ。なんかこうものすごくいい。何匹取りゃいいか。まあ、1回目の人工授精する分の金魚はある。ね、よっこらせ。魚の準備もできた。あとエアレーションして、で卵を産んでもらうような準備をするということです。卵を産んでもらうときに、どうやって採卵誘発するか、別の動画ありますんで、それ見といて、この動画見といてください。この動画、はい。